皆さんは日本一のサッカー系 YouTuber グループチームマキヒカをご存知だろうか。2020年フットボールというコミュニケーションツールによって結成され、お互いの夢や目標を支え合う最高の関係でできている集団である。しかし一つの企画を境に彼らの友情にひびが入ることとなった。寄ってこいよ。彼らの友情をぶち壊すマキヒカ史上最悪の企画。じゃあそう、お前は今どういう状況なの？なんで俺お前を助けようとしてんの？お前にそうやられなあかん。いや、叩いたわけじゃないです。頑張ろうなって思ってたんです。違いますって。これ兄貴、それでも俺みんなで行こうよ。いやー、ほんま昨日寝れてないっす。もうほんまにね、嫌やね。削り合いは味方同士の、誰かが死んで誰かが生きるみたいなやりたくないんやけど、気持ちがもう負けてるから、ほぼもうベベ確定やねん。りょうくんとかこすいことしてくんで。あいつとかこすすぎるからな。人出ると思うわ今回の戦いは。勝ちたいっす。負けたくないというより勝ちたいっす。削り合いになるかもしれないんで、そこは怖いっすけど。気持ちどんな感じですか今？熱く冷たくですね。この企画はまあ前々から決まってて、はい、曜日も言われてて、はい、日時も、はい、どんな感じで挑もうって感じなんですか？まあ今までは仲良くやってたけど、これはでも受験に似てる雰囲気が。みんな仲間やねんけど、同じ高校を行こうと思ってる時にそいつを蹴落としても自分受かりたいみたいなとこあるじゃないですか、ちょっとね。まあ、うん、そういうのに似てる感じがある。今仲間やねん、この中の2人は。なるほど。この戦いで一番警戒してる人物とかいるんですか？まあ、りょうくんがこういうの大体さ、やったとか言い出すやろ。ちょっとりょうくん、ほんまちょっとがっかりさせたいな、一回。なるほど。美味しい蜜、ちょっとみんなで与えすぎた厳しさを伝えたいな。3ヶ月くらい待ってましたね。念願の企画。この日のために今週仕事をめちゃめちゃ頑張りました。なるほど。勝った天国、負けたら地獄、命がけ5番勝負。天国というのはなんと超高級ホテルにお泊まりができます。この5人の中でベベの方には野宿していただきます。なったわ。なったな、やっぱり。勝負、3位から発表していただきます。3位。では3位の名前をお呼びください。ありがとうございます。第3位は、ありがとうございます。第3位は